私のところからね。こんばんは。3月2日の、しゃべくり松代第227回です。今日はですね、なんと長野県東北新停電に見舞われました。朝方からもう電気がつかなくてですね、かろうじて松代町は良かったんですけど、それでも新幹線も止まりましたし、いろんな電車も止まって、朝は大変な混乱ぶりでした。私も、職場に行く間、信号が軒並み全部ついてなくてですね、国道とかもね、本当に大混雑だったんですけれども、まあ、事故もなく無事にたどり着けてよかったんですが、そんな、ね、3月の初めの1日でした。春も近いかなと思いながら、あんまり浮き足立ってもいけないのかなと思って、また気を引き締めて、ね、過ごしたいと思います。今日はですね、皆さんちょっと私たちを映していただいていいですか。はい、このコンビに見覚えはありませんか。このコンビ、実は1ヶ月ぐらい前なんですけれども、今 NHK の大河ドラマで花もゆやってますよね。その花もゆ追走しようということで、幕末の、ね、お話なんで、幕末というと松代町にもね、の数知れずいっぱい偉人がいます。その一人、佐久間象山、松代ではね、佐久間象山と呼んでますね。一般的にはなんか佐久間象山らしいんですけれども、松代では象山ってね通ってますので、今日も象山と呼ばせていただきますが、その佐久間象山と実は花もゆのね、今出ている、吉田松陰ととても深い関係にあったということで、前回も八田さんにお話をしていただきました。私は相変わらず歴史が苦手で音痴でダメなんですけれども、もう八田さんに来てさえいただければどんどん話が進みますので、今日も行きたいと思います。前回ね、松陰と佐久間象山がね、どんな風に出会って、で、ペリーのね密航があって、二人とも蟄居生活になったんだけれども、松陰と象山はねちょっと性格もね違うんだみたいなお話を八田さんにしていただきました。で、今日はねその続きなんです。実はね、昨日も花もゆあったんですけれどもね、昨日はちょうど松陰が野山国から出て、いよいよ松下村塾になるのかなっていうところのお話でしたけれども、志って何回も出てましたが、松陰っていうとね、なんか東北の方行ったり九州行ったり、いろんなところ旅して歩いてね、よくあんなにお金があったなと思うんですけれども、やっぱりね、なんかちょっとそういう松陰がね、 なぜそんな風なことができたのかとか、松下村塾もね、なぜできていったのかみたいなところ、ちょっと八田さん教えていただいていいですか。なんでお金みたいなお話ですけどね、いずれにしてもね、松陰は殿様にうんと可愛がられてたんですね。殿様に、長州藩の毛利高近さん、毛利高近さんですね、殿様ですけどね、毛利高近さん、ここに実はね、今日また私のアンチョコ、手書きの今日はフリップですけれども、アンチョコを持ってきました。ここにね、毛利高近さん書いてあります。彼と吉田松陰のその出会いですは、けども、殿様にですね、吉田松陰がまだ11歳の頃なんですけど、山賀流という師範をしてて、それでその山賀流の戦術というか、それについてですね、講義をしたという、その出会いの時に非常にこう見どころのあるやつだなというふうに殿様が気に入って、その印象がですね、ずっとこう松陰の一生、その気持ちがこう変わらなかったという間柄が、結局九州へ行ったり東北へ行かせてもらったり、ということ
も結果的にできたということじゃないかと思いますけどね。うんうん、ねやっぱりそうちょっと応援してくれる人がいるってことがね、大事だったんだなっていうふうに感じるんですけどもね。うんうん、まあそれで、野山塾、うんうん、野山郷、野山獄、うん、はい獄、に、入れられてた時もね、まあいろいろこう緩やかなその獄の生活っていうのができたのもきっとその殿様のねそういうなんかこう恩情というのがどっかにあったのかなという気がせんでもないんですけどね。そうなんですね。確かにちょっとテレビね見ててもあれが獄だったたのかなみたいな。なんかの時すぐ鍵開けて外みんな出てきちゃったりとかね。そうですよね。ちょっとね、うん、そんな感じでしたもんね。はい。そうだ、そう、まあ袖の山国でもね、この間テレビでもなんかこう皆さんにいろんなねことを教えるっていうことをね、うん、やってましたけれども。自分の一番ね、強みのことを、人様に教えてあげましょうと、うんうんうん、教え。合うというんですか、うん、お互いの持ってる一番強みを出して、うん、それでこうやると、うん、それぞれうんと、力がついて、いい雰囲気になるよみたいなことでやってた中で、彼もいろいろその教えるっていうことにだいぶ目覚めた、目覚めたんですね、というのがその野山獄だったかなと思いますね。前回のお話の中でも松陰はどちらかというとやっぱすぐ行動してしまう、で象山の方はどちらかというと行動はしないでじっとこう伝えるみたいな、松陰の言葉で何でしたっけ、その松陰が、すぐ学んだことをすぐこう実行に移すっていう言葉がありましたよね。知行合一っていうんですけどね、知ったことを、と行いということに結びつけて、行動に移していっちゃおうという、そういうことが、まあ、陽明学の、主張なんですけれど、そういうそのもう考えてるだけじゃなくて、すぐ良ければ、実行と、こういうそういう性格だったのかなと思いますけどね。まあ、そういうね考え方やそう思想っていうんですかね、そういうものが塾にもねきっと反映されていたのかなと思うんですが、じゃあ片や我が松代町の佐久間象山はどうだったのかというと、象山も江戸に行ってね塾を開いたりとかしてましたよね。そうするとやっぱり象山のことを応援していた人がいたということですよね。で結局象山はですね、一流の漢学者であって、で一流の、西洋学者だったんですね、その、塾開いた頃で、江戸にいましたので、松陰は長州というそのあるちっちゃな、まあ言っちゃ悪いけど田舎、ある一地域のその塾だった、江戸でやってると全国区の塾だったから、そうそうたる人がみんな来てた、という中で、一流の象山の教えっていうのがやはり大したもんだったんでしょうということで、みんないろいろ教わりに来たというか、その塾を訪れてるという感じだったんですね。で当時のその塾というのはもう教わる方も、こう先生をこう、いいと思えばずっと教わるし、もう嫌だと思えばすぐ別のところ行っちゃうとそういうことだったみたいですんで、来てくれてるっていうのは、やっぱり一流の証みたいなところはあったんでしょう。でそういうことの象山の教えを受けた流れがね、今度は全国のいろいろなところへ行って、こうその、各地域、各藩でまた花開いてるということがあったのかなと思いますね。そうするとやっぱりその象山のねそういう考え方とか教えなんかをねこう松代藩としてもやっぱり大事にしてたと思うんですよね。でね結局その雪面さん、象山の、さっきの毛利の、高近さん
にあたる、はい、その殿様と松陰じゃないんですけど、はいはい、町野の場合は真田幸綱さんという殿様がいて、はい、それの、支援を受けた佐久間蔵さん、もっともその老中になられた、そして解剖係、今の外務大臣ですか、はいはいはい、その時は蔵山をすぐ解剖顧問ということに、はい、抜擢してですね、でその、まあ、西洋事情を研究させたというのがあるんですけれど、まあ、結局そのことをベースにして、まあ、非常に先を見通す、そういう力をつけて、そのことをいろいろその塾生たちに教えたということが、まあ、蔵山の一番、大きなポイントといいますか、で、まあ、彼の一番ベースになるところは、あの解剖顧問をやった時に、解剖発作という、そういうそのことを検索したんですけど、結局そのものにならなかったんですが、でそういうことの、国づくりのね、国づくりね、基本が解剖発作の中に凝縮されてて、でそれがそのまあ約二十数年経ってですね、まあ、明治維新の時に国づくり の、 その礎としてですね、ほとんど生かされることになった、なったんですね、だから蔵山としては、自分で行動は起こさなかったけれども、思想家というか考え方を人に伝えるということでは、まあ、非常に一流だった、でただ今度は町野へ撤去させられてからは、今度はもうあんまり教えるってことはなくなっちゃったの、そうなんですね、そこがなんかとっても残念で、ちょっとまあ松陰とね、ちょっと違う形になっていったっていうところなのかなと思うんですけど、まあお殿様の何でしたっけ、幸綱さん、幸綱さんはペリーが来た時にはもう亡くなっ、ペリーが来る前の年に亡くなっちゃった。で幸綱さんは、まあ、松平の出だったんですよね、で、ご養子に、ご養子さんで、やっぱちょっとこうブレーンも作りたかったのかなみたいなね、養子は今の時代も辛いですけどもね、その頃から辛かったんですねきっとね、そうと思いますね、はい、でまあ、佐久間蔵山とかね、やっぱりそのいろんなブレーンを作って、まあ、あの自分のね、やっぱり政策もね、あのやりやすくしてたのかなと思うんですけど、そういう幸綱さん の、 あの支援もあって、蔵山もいろんなことができて、でもペリーが来る前に亡くなってしまって、その後は誰が、その結局、あの幸綱さんのお孫さんが、あの第9代というか次の藩主のお殿様になられたんですけれど、まだ非常に若かったので、若かった、はい、あの蔵山と全然関係、考えの違う方が、このお殿様のブレーンについたんですね、そうするとなるほど、蔵山憎しというか、あいつにはもういろいろやらせないというようなことになってしまってで、まあ、たまたまその密航といいますか、ペリーの船に吉田松陰の咎められて、と捕まってしまった時に蔵山も罪を得るんですけれども、それで結局町野で撤去させられて、もうなかなか町野藩が出さないわけです、もう檻の中へ、もう君は檻の中に入ってなという、もうなんか蔵山出てくるといろいろあれ汗合成ってうるさいからもう入れとけと、でただ結局そのまあ、後半はですね、そのこの、長州藩の人たちも来ましたよね、まあ、長州藩の人たちも、から土佐藩とかね、うちの藩へ来て、ぜひそのなんとか、また抗議してください、まあ、無礼になってくださいというようなことでお願いがあったんだけど、結局最終的にはですね、幕府のその無礼になって京都へ行って、それでそのまあ、孝明天皇というか、そちらの方の考えを幕府の考えに少しずつこう変えてもらいたいと、そういう役割を与えられたんですね、それがこう反対側の人にけしからんということで、なったんですけれども、まあ、結局彼のいろいろその考えというのはあっちこっちにその、まあ、求められてたところがあった、
象山は象山で、うんうん、そうなんですね。それがまあ、なかなかこういろんなその時々の時代の中でね、どう反映されていくかっていうところで、まだまだ実はこれから先なんですよね。暗殺されてからいよいよ象山の本領が本当は発揮されるという、もう今日はねその時間がないので皆さんお楽しみしてください。この続きをまたやりたいと思っていますので、もう八田さんにえまたやるんですかっていう感じなんですけれども、いや実はその象山をね応援していた人が松代の中にもいました。あの御用商人の八田家もねその一人だったと思うんですけど、まあ蟄居生活の中で象山がいろんな発明とか してましたよね、うん、地震計を開発したりとか、うん、本を読んだり、その資金面を実は八田家がしてたということで、八田さんはその八田家の何代目かですもんね、はい、そういう、まあね、象山ともつながりの深い、八田さんとねまたあの佐久間象山についてのお話をもう一回できるということは、私もとてもなんか楽しみになってきました。きっと見ていただいた方もそうじゃないかと思いますが、はい、また、はい、次回もぜひよろしくお願いいたしますということで、皆さん、今日はあの、ね、象山とまた松陰のはい、つながりをもう一度あのお話ししていただきました。また3回目をいつかやりますので、ぜひご覧ください。はい、今日はどうもありがとうございました。さよなら。よかったですよ、今日お話。どうしたの？え、いや、ね、うん、さっき西原さん冒頭お話になったじゃないですか、うん、今日は2回目ね、うん、先月に続いて今日2回目ってことで、はいはい、いやご本人の言う通りね、うん、息もぴったり、うん、いいね、八田さんとね、西原さんで息ぴったりでね、やっぱりあの、ま、難しくなくていいね、そう、面白い、うん、そうね、うん、また次回もあるってことで、ね、うん、楽しみです、楽しみですね。ということでお知らせを、はいはい、ですね、松代から善光寺さんへエコー柱が行きます、はいはい、それで、エコー柱を引く、はい、ね、町の中を引くのと、はい、それから善光寺さんからあれ、ね、善光寺さんへ奉納するっていうかね、はい、うん、その引く人を募集しております、うん、ただね期間が短いんですよ、はい、3月16日、はい、それまでに商工会議所へ、うん、連絡していただきたいの。ここじゃいけない、あ、ここじゃちょっと厳しいもんで、まあ、はい、商工会議所をお願いしたいです、はい、ね、松代で回っていただいて、はい、それから善光寺さんへ奉納するまで、はい、そこまでのものをね、引っ張っていただくっていうことで、登るまで引っ張っていくんですか、うん、登るまで、そこはいけないでしょう、いけない、ね、途中から、うん、はい、行って善光寺さんのね、はい、八十二銀行さんのところでね、運転さんのところで、はい、そこから陣立てして行きます、はい、はい、そういうことでぜひ、はい、参加していただきたいなというふうに思います、ね、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで来週の予定、はい、来週はですね、はい、松代にもあの夢空間 NPO あるんですが、その他にこの、ね、NPO 法人、ね、あんずっこの里っていうね、ーハーモアグリの活動っていうこと、はいはい、ね、そうですね、東上にありましてね、で、やっぱり年取ってね、うん、草取りできないよ、それからあんずちょっとね、できない、算定もできないし、ね、鉄火もできないよっていうところでね、みんな引き受けてほしいっていうので、そこのこのアグリさんでね、あんずっこの里の人たちで一応守っていくとか、あ、一点に行けちゃう、うん、そういうお話を聞いたんでね、ぜひね、ちょっとなんとかできればなって、うん、はい、いろいろとね、ボランティア活動してるですね、うん、はい、そういった草取りもそうですけども、あの清滝ってあるじゃないですか、ありますね、山の上ね、うん、はい、あそこのところのね、石垣直したり草取りしたりとかってね、いろいろやってるんですよ、なるほど、うん、だそういうお話もね、ちょっと聞ければいいかなと、やっぱりこの近所の、ま、あのアンズはね、本家だもんね、うん、そういうことです、あの森よりね、こちらが本家だから、うん、だからそういった点でもね、はい、これから今こうあんずね、いろいろ頑張ってます、ここはもそうですね、美味しいです、あれ、そう、私もね、あ
のいただいたんですけど、ね、美味しい、うん、いいでしょ、うん、でそういったこともね、うん、あるのでね、はい、ぜひこういったのお話聞いてね、どういうふうにやってるかなっていうのをちょっと聞きたいなと。じゃあ安蔵君は持ってきてくれる。あー、ちょっとそれはちょっと違うんだ。違うあの持ってる人はあのうちのあのナスルテレビもいるけど、後でまたねやってもらえばいいんで。わかりました、はい、そういうことで、はい、来週お楽しみしていただきたいと思います、はいはい、来週のチャペンピョンチャンどうぞ楽しみに。お願いします。